野崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、トレードのニュースが入ってきまして、日本ハムの吉田輝星投手と、そしてオリックスの、黒木裕太選手のね、1対1の交換トレードを発表というところで、佐々木今、広島に、来ていますっていうね。もう夜中です。はい。もうちょっとオフになったらね、忙しすぎて、朝から晩までいろいろ、速報に対応できないで、ね、撮る時間がない。っていうところで、もう夜中にでもね、まあでも撮っていきましょうということで、体力ギリギリの中で、佐々木がね、このトレードについて、解説していきたいと思います。ということで、まず率直にね、一番最初に見たときに、わぁ、ドラフト1位の吉田輝星、もうトレードなんだっていうね、ところで、ファンのね、多くの皆さんとの、もう多分そういう、思いだったんじゃないのかなっていうところでね、入団5年目、ドラフト1位で2018年ね、日本ハムに入団して、まあ、ここまでの成績っていうとですね、まあ、一番投げたのが2020年、ね、昨年51試合登板、防御率 4.26、ね、2勝3敗5ホールド、7ホールドポイントっていうね、ところが、本人の中で一番ね、ここまで良、かった成績かなと。で、まあ、今年はね、3試合に、登板っていうところで防御率 9.00。そして、2軍でもですね、40試合登板、先発3、4.80 っていうね、防御率の中で、2勝5敗、4セーブっていうね、成績で、まあ、今年1年、終わりましたけども。そして、オリックスの、黒木裕太選手、今年1年の成績で言うと、1軍では、12試合登板、4先発、防御率 6.58、1勝5敗。1ホールドポイント。そして2軍では防御率が 2.87。24試合登板で5先発。ね。で、4勝1敗。1クオリティスタートっていうね、2軍では。で、1セーブか。っていう成績になってますけども。まあ、正直ね、このトレードはね、めちゃくちゃポジティブな、お互いのチームにとってトレードだと思うんだよね。だからまあ、率直な感想としては、もう吉田輝星投手、まあ、先発でやるのか、リリーフでやるのか、チームとしても、起用をどっちつかずかになってると思うんだよね。で、本人の適性としても、どっちがいいのかも、ちょっともう、わかりづらいっていうところで、迷走しかけちゃってるっていうね、ところがあると思うんだよね。今の日本ハムで言うと。そしたら、このね、日本ハムがいいとか悪いとかっていうね、コーチがいいとか悪いとかっていうのじゃなくて、今の環境下でいたとしても、吉田輝星が、ここから飛躍的にね、ドーンって伸びることももちろんあると思うけども、確率が低いと。もうこのままだと、ああ、昔いたなと。金橋農業で旋風を巻き起こして、ドラフト1位、いや、いいピッチャーいたなっていうところで終わっちゃう可能性もあるから。まあ、5年目っていうところで言うとね、もう本当はここぐらいから1軍にね、ドラフト1位の選手だったら高卒でね、定着していかなきゃいけないところで定着しきれないっていうね。で、チームとしても吉田輝星をどうやっていいか模索しながらなかなか回転策ゴミですね。本人としても、なかなかね、頑張りたい、結果を残したいっていう思いはあるだろうけども、何かね、先発なのかリリーフなのか、ちょっとチューブラリンのような見ててね、感じもするし、どちらに適性があるのかっていうところも、ちょっと見出しきれてないっていうね、中では、ちょっとね、壁にぶち当たってるところっていうのがある中で、環境を変えるっていうところは、本人にとったらめちゃくちゃいいね、ことだと思うんで、そういったところは、ね、その、昔ね、従来のなんか買い殺しじゃないけどもね、他のチームに行って活躍されたら困るとね、なんか自チームが育成能力ないみたいな風に思われるんじゃないかっていうところで、なかなかね、トレードっていうところを活性化させることができなかった。ちょっと見栄えの悪さを気にした選手の思いを、選手のためにっていう行動がなかった時代に比べると、ここはスパッとね、トレードに出してあげるっていうね、選手のためにっていうところでは、日本ハムの行動っていうのはね、非常に素晴らしいこの判断だったような気がします。そして、オリックスにおいてもこの黒木選手ね、現状が、29歳、来年で30歳っていう中では、その、黒木選手の能力云々とかではなくて、ちょっとオリックスとしてもう使うところがなかなかなくなってきてる。山本由伸、そして山崎幸が球団から出たとしても、なかなかそのポジションが与えられない、チームとして与えられないっていうところでのトレードだと思うんだよね。だから来年ね、先発スターに抜けるって言っても多分そこにソタニが入ってきたりとか、あとは若手の斉藤が、多分来年山下俊平だと同じようなね、
かなりびっくりするような皆さんがね登場をね出す可能性もあるっていうねところのね若手の伸びしろ、そして、育成でおっしゃったけども怪我から復活っていうところの無垢の切れ、ここら辺がしっかりね、先発リリーフ、そして東もね出てきたっていうところでは、先発もなかなかね若い世代が一気にチームをね活性化していくっていう多分方針だと思うんだよね。そういったところではなかなかチャンスがね見出せないで、リリーフっていうところで言ってもね山崎総一郎とかね、小北宇田川っていうね、ところが伸びしろ抜群で伸びてきてるね。でその中でね、トレードっていうところも、バンバンね、リリーフ投手陣出した中ではこれ世代交代がしっかりもうね、始まって準備 してるとオリックスの中では、そうなってくると若干こうねあぶれてくるっていう中で、まあ、そのままねチームにまあ、何かあった時のための保険で置いとこうかっていうんじゃなくて、うまくね、この吉田輝星との都合がついて、オリックス日本ハムとの中でね、トレードっていうね、チャンスが出たっていうところは非常に大きいと思うんだよね。だから新庄監督が、コメント出してるっていうところではね、まあ、ファイターズ戦で黒木投手がね、先発するときに、うわ、このピッチャーいいなと思って見てたんですよと。なんで今年投げてないのかなってすごい不思議な感じでしたと。で、やっぱバッターのタイミングの話し方とか、外し方とか変化球の良さ、手元でバットの芯を外すような投球をしていたとね、印象を口にしたっていうところで、で、まずは、即戦力として、先発としてやってもらいたいと。で、そこからいろいろピッチングコーチ、本人と話しながら、一番彼に合った気持ちの面で先発したいというのであれば、そっちの方向でできながら、そういう選手を大きく、するのは僕は結構得意なんでっていうところでね、新庄監督、取材に受けてコメントを出してますけども、だからまあ日本ハムとしたらね、やっぱり全体的にやっぱり投手のね、層っていうところを厚くしたい。でもまあもちろんね、黒木選手、まあ先発挑戦っていうところで先発っていうところもね、うまくできればいいし、もしね、そこがうまくはまらなかったら、もともとはね、リリーフだったっていうところではリリーフにもね、つなげれるっていうことを考えれば、先発リリーフね、どちらにも適正、できるってことになれば、日本ハムね、今年最下位から、一気にね、やらなきゃいけないっていうところで言うと、吉田選手よりも黒木選手の方が、新庄監督も言うように、速攻性もあって、即戦力になるっていうところでは、新庄監督も来年3年目っていうね、やっぱ結果を残したいっていう中では、そこのトレードっていうところでは、日本ハムにとってね、非常に、来年を見るトレードとしては非常に良かったと思うんだよね。だから吉田輝星投手もこの環境ね、今の環境に伸び悩んでるっていうところで、一気にね、このオリックスに行って、そこでね、若手と、もしくはね、そんな山本由伸とかいろんな選手たちのね、ノウハウが詰まってるオリックスのね、そのコーチングの中で、切磋琢磨しながら、一気に新しい知識を取り入れて、新しい出会いとうまく噛み合っていけば、ひょっとしたらここからね、ぐっとオリックス環境の中で伸びていくっていう可能性もあるんでね、それを許した日本ハムのね、この判断っていうところは非常に選手思いで良かったなと思うし、吉田輝星にとっても今のね、日本ハムの環境の中で、まあもちろんね、結果をね、日本ハムの中で結果を残すのが一番本人にとってもファンの皆さんにとっても良かったかもわからないけども、ね、今のままで何かを見出せないんであれば、こっからね、オリックスでトレードになって、そこの環境の中で何かを掴んで大きく飛躍していけばね、現役ドラフトじゃないけどもね、ソフトバンクの大竹が阪神に行って一気にね、結果を残したのもそうだし、DeNA のね、細川が中日に行って和田さんの出会いとの中で大きく羽ばたいたのもそうだし、ここでね、何かチャンスを得ていいきっかけになればね、本人にとって一番素晴らしいことだし、それがまだ日本ハム球団がね、素直に喜べる状況に今いるんじゃないのかなと、思います。で、黒木選手はね、SNS で、オリックスファンの皆様、辛い時もいい時も温かい応援ありがとうございましたと。また新天地に行っても頑張りたいと思いますと。僕は京セラで投げる時は、優しく見守っていただけたら幸いです。7年間本当にありがとうございましたというね、メッセージをね、残してますけども。本当にね、お互いの、まあちょっと居場所がね、そのオリックス、日本ハム同球団の中でない中でね、新天地に向けて期待されていくわけだから、これはかなりね、佐々木いつも言ってますけども、トレードはね、ポジティブっていうところで、黒木選手ね、そして吉田輝星投手、両投手ともにね、めちゃくちゃ居場所をね、確保できる、もしくはね、成長できるチャンスをね、もらえたっていうところでは、非常に素晴らしいトレードになったと思いますし、ね、昔のように買い殺しじゃなくて、ドラフト1位でもね、選手のために、選手が大きく成長するために、このままこの球団にいてもくすぶっててもダメだと、伸びしろもないし、起用法としても、球団選手ともにお互いがちょっと迷っていると。そういったところでは、大きくね、居場所を変えて、球団を変えて、試みを変えて、
選手のために、選択をしてあげるっていうところでは日本球団も素晴らしかったし、オリックス球団もね、その、選手を大きく育てていけば吉田選手にとっても今後ね大きな、戦力になる、その力になる、でハッピーになっていく。で黒木選手としてもちょっとオリックスではね、世代交代の波でもう居場所がない、構想外っていう中でね、移籍先がある、その中で日本ハムにとっては今投手陣がどうしてもね即戦力になる力が欲しい、で来季大きく戦力アップして、上位を進出を狙いたいっていうところでは非常にね、お互いに合致がした、お互いの、今のチーム状況にね、あった、トレーだと思うんで、非常にね、最初はおっと思いましたけども、よくよくいろんなことを考えると、お互い両ね、選手、そして両チームにとって素晴らしいトレードだと思います。ということで、これが佐々木、今回のトレードに対する佐々木解説です。さあ、終わりです。もうね、最後にですね、こちら別に宣伝でも何でもないんですけども、コンビニによって何買おうかなと思ったら、やっぱり目に入る、こだわりのレモンサワー、レモンドーでございます。はい。これでね、最後、すっきり喉を潤してですね、今日も、一日お疲れ様でしたというところで寝たいと思います。それでは皆さん、告知でも何でもないですけども、あ、そして、土曜日ですね、広島地域の皆さん、ホームテレビフロントドア、佐々木生出演ですので、ぜひ見てください。ね。さあ、お疲れ様でした。いいでしょう。ありがとうございました。